おっす、オラゴク、悪い、セルが自爆するっつうからさ、そしたら地球なくなるだろ。だからセルの自爆に巻き込まれてもいい場所や人を探したら、ここしか思いつかなかったんだ。だってそうだろ、おめえらくだらねえ、やむちゃなみに何の取り柄もねえ、頭空っぽカップル YouTuber は、恥じらいのかけらもなくて、しょうもねえプライベートを切り売りするしか脳もねえ、栽培マン並みのおつむしか持たないバカ野郎たちだろ。しかもそれだけじゃ飽き足らず、やらせ丸だし、オリジナリティゼロのハエも宝ねえドッキリ動画で、それをやらせても気づかねえ、おめえらと同レベルのドドリアそっくりの面の視聴者をだまくらかして、それによって稼いだ視聴数で、出国を肥やしたりもしている、フリーザにも勝るとも劣らない悪党だろ。そんなおめえたちなら、セルの自爆に巻き込まれて、この世からいなくなっても大丈夫だろって俺は思ったんだ。だから悪い、オラと一緒にあの世へ行ってくれ。なあ、セル？おっす、オラセル。オラも悟空と同意見だ。正味お前らの初体験の年齢や、週の営みの回数なんて誰が興味あんねん。悟空と父の営みなら別だけどな。正味お前らの動画なんて、道端の道路に片方だけ落ちてる手袋以下だ。だから、俺と一緒に地獄に落ちろ、バーカ。あともちろん言っておくが、お前らがこの世からいなくなっても、ドラゴンボールで復活はさせたりしねえから。だっておめえら、悪い奴らだからな。じゃあな、来世はいい奴に生まれ変われよ。